こんにちは、今回はね、このね、パーティーで2万取れたので、ちょっとみんなに伝授していこうと思います。でね、私ね、結構ね、試したんだよね、何回か。このパーティーが安定してきた気がする。でね、5ターン目に確かね、やった気がするんで、とりあえずやっていきますね。で、アタックダウンを結構入れた。アタックダウンすることによって体力食らわないじゃん、あんまり。だから、それによって体力の減りを減少させるっていう。このね、私の作戦。結構、思考使ったよ。これが本当の始皇帝ってね。それでいくか。でね、あれ、体力回復は1匹しか入れてないドレイクローバーっていう1匹だけなんだけど、これだけでもね、2万いけるらしいよ、どうやら。なんか回復が全てじゃないっていうか、なんかね、あれなんだよね、貴族戦のキャラクターってあんまり回復キャラいないんだよね。で、私が育ててないだけかもしれないけど、一番回復キャラいるのが多分、何かな、水かな。とりあえずアタックダウンを攻め攻めにやっていくから、スキル1を使った方がいいね。積極的にスキル1を使うことによってこのアタックダウンが発動してって感じだから、なんかスキル2を意識するというか、スキル1を懸命に使っていく、それが一番の近道じゃない。これ2万取る、多分これ取れるんじゃないかな。でここでやっつけちゃうと、そうすることによって2万が、まさかあなたがここまでやるとは、驚きました。いや、これで取れるんですよ。5ターン目だっけな。もう一回やりますね。もう一回いきます。スキル1を意識する、スキル1を意識しながらスキル2を使っていく。このね、両者成敗みたいな、スキル1とスキル2の両翼を使ってダンジョンを進めていくことによって、相手はね、体力を削りにくくするっていう。結構ね、これ高難易度のクエストだからね、みんな気をつけて。あ、でね、ちなみにこのケイトは3ターン相手をダメージダウンさせるから、だからね、あれだね、多分1ターン目から使った方がいいのかな、スキル1、このケイトに関してはって感じかな。2ターン目かな、早くても、あ、遅くても1ターン目じゃ早いかな、まあ、その辺は自分の安排。で、多分5ターン目に倒さないとこれダメなんじゃないかな、多分わかんないけど。5ターン目、あー、これ届いちゃうかも、やばい、やらか、あ、OK。 5ターン目に行けば多分だけどこれで取れると思う、うん、これ私の予測だけどね。で、あ、やっつけた。このパーティーなかなか強いんだよね。で、2万以上いかない。でも、もうこれほぼ、まあ、死者誤入して2万だから2万いきました。はい、終わります。5ターン目の1ターン目が一番でかいかも、これいける確率が。あ、一応パーティー見せるか、間違えた。フレンドはこの109レベルの、まあこれ109レベルじゃなくても別にいける気がするんだけど、フレンドはこのあれね、ケイトのハロウィンのどっちもスキル10で、私の方は85レベルで、あのスキルね、5ずつしか上げてない。だからスキル10にすればもっといいスコア出るかもしれないね。で、あとトレイクローバー、あと、レオナ、あと、アル、アジーム、リムは、全部スキル10、どっちも、って感じ。だからね、どっちかというと、やっぱりスキル1を意識してやっていくっていうのがね、私の手法です。おります。